ときもちセカンドです。今日はね、ちょっとこれ韓国で面白いお菓子が出てたんで、これを食べながら紹介するのと、あとね、私ちょっと日本でね、めちゃくちゃ美味しいというか、今もう激ハマりしてるね、チェーン店なんですけど、ちょっと紹介したくって、それをちょっと後で話します。でね、こちら、まず最初に、まあここにね、韓国語でタンフルって書かれてるんですけど、なんかね、これ、ここに韓国のね、GS25 っていう、まあコンビニ、日本でいうセブンとか、ファミマとかローソンみたいな感じのね、有名な韓国コンビニのチェーン店なんですけど、この GS25 がね、なんと、ここ見て、夕飯味覚糖。ね、こっちにも書いてある。ここのね、日本のこの夕飯味覚糖さんとコラボした商品なのかな？なんかこうマークがどっちも載ってるから。で、このタンフルって書かれてるんですけど、タンフルってほら、いちご飴とかりんご飴とかフルーツ飴、飴をかけたやつですよね。はい。それをね、ちょっと買ってみたんで、これ食べたいと思います。なんか説明ではさ、ここが、外がキャンディーになって中がグミ。だから普通にグミ入りキャンディーなのかなとも思ったけど、どうなんだろうね。一応名前はタンフルだからさ、ちょっと魅力的だなと思って。正直これも、これを食べるのはおまけです。ちょっと話したいからさ、早く。はい、こんな感じで。もう本当に飴だね。完全に飴。そんなに数多くない。うん。甘い。割ろうか。あ、グミ入ってる。美味しい。いや、シンプルにね。あ、でも、いちご飴かな？なんか中はグミっていうかなんかこう、ちょっと、普通のグミよりちょっとねっとりした感じのグミが入ってて、でね、やっぱりここに、タギサタンジェリーって書かれてる、いちご飴ゼリー。確かに、外のいちごの飴が、ちょっとほら、本当にタンフル、だから屋台で売ってる、フルーツ飴のいちご飴みたいな味がしました。で、中はゼリーはまあゼリーですね、普通に。いちごのゼリーって感じ。ゼリーっていうかグミです。韓国でね、グミのことゼリーっていうから、まあ、ちょっとねっとりしたグミみたいな感じですね。美味しい美味しい。普通にちゃんと美味しいです。まあなんかちょっと買うにはいいかなと。タンフルかっていうと、まあでも確かにタンフル感もあるな。いちご飴感屋台の。うん。美味しかったです。ということで、なんかこれだったらさ、シリーズ化してりんご飴とかぶどう飴とかいろいろあっても良さそうなんですけどね。これしか見当たらなかった。まあ、夕飯味覚糖さんが一緒だからやってるから間違いなのかなと思いました。ということで、お話しすることなんですけど、もうね、ごめんなさい。ちょっとこれ、私すでにもうここのインスタ、私のトギスタグラムに載せちゃってるんですけど、私ね、この前、日本に帰って、トギパパとお昼行こうってなって、ちいもちも連れて、丸亀製麺に行ったんですよ。なんかもうね、香川っていうと、うどん屋さん山ほどあるから、もう選びたい放題じゃないですか。で、意外とチェーン店の丸亀製麺ってなかなか行くことなくって、で、久しぶりに行ったらね、マジですごいの出会っちゃった。香川って美味しいうどん屋さんいっぱいあるけど、マジでこれは本当に食べてほしい。これ多分期間限定じゃないのかな？通常メニューなのかな？私が焼きたて肉うどんっていうの食べたんですよ。まあ、肉うどんってさ、よくあるんですよ。だから肉うどんとかぶっかけ系の肉が乗ったやつ。でも、焼きたてって何？と思って。だって、肉うどんの肉って大体焼いてないんですよ。煮込んでるんですよ。だから、ちょっと気になるなと思って。で、私まあ肉うどん好きだから注文してみたら、なんとね、写真これこちらちょっとマジで美味しかった。注文したら、うどんだけ先に出てきて、上に乗せる肉はその場でジューってフライパンで目の前で焼いてくれるんですよ。だから本当に焼いてたんですよ。だから、すき焼き風味の肉を焼いたやつを乗せるって感じ。で、玉ねぎも入ってて。もうね、めちゃくちゃ美味しい、これ。私、舐めてたチェーン店を。だから、花丸うどんとかって、香川かなんかがやってるチェーン店かなんかって聞いたのかな。でもなんかこの丸亀製麺に関しては、なんか兵庫県？名前は丸亀ってついてるから香川の一部の地名なんですけど、なんか兵庫県かどっかでトリドールさんがやってる、一部でやってるのが丸亀製麺なんですよ。トリドールさんって言ったらまあ焼き鳥屋さんとかいろいろやってる中で、その中でも一番結構有名なのが丸亀製麺なんですけど、だからどうなんだろうと思いつつ、めっちゃ美味しかった。どうなんだろうとかじゃない。めっちゃ美味しかった、マジで。昔食べた時このメニューあったかな？昔って言っても私結構本当に昔ですよ、食べたのが。大学院とかその頃かな。でね、これがね、もう本当にお肉がとにかく美味しいし、うどん自体も美味しかったですね。なんか、韓国にも丸亀製麺あるんですけど、結構韓国の丸亀製麺の店舗も、韓国の食べるうどんとは全然違う。ちゃんと日本のうどんもってったなっていう感じの美味しいうどんなんでね、ちょっと丸亀製麺に私今注目してて、確かね、私が大学時代にロシアに留学してた時に、もう丸亀製麺がロシアにできるかできないかとか言ってた頃だったのかな。なんかそういうのでもちょっと丸亀製麺すごいなって、ロシアに入ってくってすごいんですよ。なかなかね、チェーン店で国の中でもトップ何位以下に入りにくい国じゃないかな。今の情勢とかじゃない、もう昔のロシアとかいつのロシアもそうなんですけどね、閉鎖的だからねっていうので、まあとりあえずこのね写真で私載せてると思うんですけど、この丸亀製麺の焼きたてうどんがもうめちゃくちゃ美味しいから、香川県民ってさ、なんかこうちょっとチェーン店のうどん屋さんを一歩引いてみるみたいなのないですか？ちょっとないだけどマジで美味しかった。これはすごいなと思って。で、その時ね、新商品で出てた、もう今あるのか今ないのか分かんないけども、ちょっと前だからあるかもしれないけど、私の父はかきたまあんかけうどんを食べてたけど、これもまたすごかった。ビジュアルやばすぎたよ。ちょっと写真載せてると思うんですけど、かきもゴロゴロ入ってし、卵とね、とろみ加減、本当に丸亀製麺さんごめんなさい、めちゃくちゃ美味しかったです。私これから多分ね、丸亀製麺さん結構新商品出るたびに行くだろうし、ちょっとね、もう通い詰めるかもしれないっていうか、この焼きたて肉うどんが食べたくってもうしょっちゅう行っちゃうかもしれない。なんかね、香川って本当にうどん屋さん美味しいとこいっぱいあるからさ、行きたいとこが毎回もう迷うんですよね。なんかもうでもちょっと次は帰った時は一旦丸亀製麺行っちゃうだろうな。焼きたて肉うどんのこれ食べたくって、もちろんね、丸亀製麺さんいろんな日本各地にあると思うんで、ぜひ行ってみて焼きたて肉うどん食べてみてください。なんか新商品も結構いろいろと新しいのどんどん出てるけど、焼きたて肉うどんマジで美味しいんで、はい。ぜひおすすめですっていう話をしたかったんです。はい。まあ、私ね、花丸うどんも個人的にはすごい好きだからさ、結局香川県民のくせにチェーン店のうどん屋さんめちゃくちゃ好きだから結構行くんですよ。まあ、チェーン店のいいとこはね、なんか香川のうどん屋さんって結構玉切れでうどんの玉なくなったら終わりですよみたいなパターンが多いから、結構昼過ぎの2時とかにはもう終わっちゃうこと多いんですよね、お店が。だからチェーン店でも香川でやっていけるのって多分そもそも時間帯がだから2時過ぎてからがやってるっていうとこが少ないから、そういうお店にうどん食べたい人は流れていくのかなって、時間他が営業やってない時にとかそういう感じじゃないかな。なんかよく理由はいろいろだと思うんですけど、でもそれ以上にやっぱり丸亀製麺今回美味しかったのちょっと感動しました。普通に他のお店よりこっち行きたくなる時もあるんだろうなっていう感じです。はい、よかった、そういうお話でした。以上、私が食べた丸亀製麺のめっちゃ美味しい焼きたてうどんのお話と、韓国のコンビニで売られるタンフルでした。